余ったカレーライスを使ってカレードリア作ってみようと思います。残り物のカレー約1人前分ぐらいよく混ぜます。お餅1個スライサーですります。マヨネーズ大さじ1を混ぜます。耐熱容器にマヨネーズ大さじ1塗って混ぜたカレーを入れます。平らにしたらマヨネーズと和えた餅全体に広げてオーブンで焼きます。わけぎ振りかけてみました。はい、では熱そうだな。いただきます。お餅がカリカリしててうまいな。チーズみたいになるかと思ったらこれはカレーコロッケだな。ドリアよりもコロッケの方が近い。てなわけで、カレーが余った?餅も余った?って時に参考にしていただけたらいいんじゃないでしょうか。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録!グーッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた!バイナラー。